映像を交えてお送りします。今日はまずルーキーのマタキが先発しまして、マタキは、まあ、本人はある程度の手応えをつかんだピッチングのようなそのコメントでしたが、いかがでしたか。一つ一つのボールの質は非常に良かったと思いますね、はい、ですからあとは細かいところで、まあ、コントロールですよね、はいはい、結構こうカウントが苦しくなるケースもありましたから、そのあたりを今後どう修正していけるかなと思いますね、はい、これは清宮のセンターオーバー、まあ、このあたりはさすが清宮という、ね、打球でしたね。感覚は相当戻ってきてるんじゃないですかね、はい、一方のジャイアンツですが、今日この先発のアンダーハンド鈴木の前に1回2回は0点だったんですが、この野村の内野フライ取れないエラーというところから反撃が始まります。これ1球で送りバントを決めた中田というのもね、まあ、流れの上では、はいはい、それから今セカンドゴロの場面を、ま、松原は先ほど振り返ってもらいましたが、清水さんどのように話は聞かれましたか。まあ、いろいろと、ね、本人がいろいろ考えて、ね、やってると思いますし、はいはい、まあ、とにかく一軍を一番に、ね、頭のど真ん中に置いて、ね、プレーしなくてはいけない選手ですから、はい、まあ、結果と内容を、ね、はい、どんどんアピールしてもらいたいなと思いますね。浅野のタイムリーで勝ち越したんですが、増田大輝のレフト前ヒットで浅野はホーム寸前タッチアウト。そしてこれは4回の表、ツーアウトランナー一塁から坂口が左中間を破りまして、ファーストランナーの浜田が一気にホームに帰ってきました。サードはタッチアウト、記録はツーベースという坂口のバッティング。これで2対2、中盤2対2の同点が続いて7回の裏です。まあ、1軍でも前のランナーが2人続けてフォアボールで自分にチャンスが回ってきて凡退というシーン、それがこう頭にあったというね、松原の話でした。まあ、でもこれは見事でしたね、はい、最初の振れるボールをしっかり振ったっていうところで、まあ、それを結果につなげましたから、はい、結果も内容もね、もうこれもパーフェクトじゃないですかね、はい、今日からこのイースタンファームの試合に合流した松原のスリーランホームラン。さらに8回の裏、ランナー2人を出してこれでチェンジかと思われたショートゴロを福田がエラーしました。ジャイアンツが1点を追加。さらにその後加藤が代わった鍵谷からライトへのタイムリーヒットで続きました。これでジャイアンツが7点取りました。9回、この回からジャイアンツは4人目の馬場がマウンドに上がったんですが、ランナーご覧のように3人出してしまいました。このセカンドゴロで1点は失ったんですが、その後後続を抑えまして7対3でジャイアンツがこの3連戦初戦をものにしたという試合でした。今ゲームが終わって、そしてこうしてもファームの試合ではおなじみですけれども、まあ、選手たちが、まあ、試合の後もこうしてベンチを清めて吐き清めてというシーンが映し出されています。さて今日のマタキのご覧の結果です。まあ、とにかく1回から三振を随分取るなというピッチング。ただちょっと3回4回に得点を取られると、1点ずつ取られるというシーンがありましたが、全部で三振9つですか。いや、そうですね、やっぱりこれっていうのはボールの質であったりね、そういったものが良くないとこういった数字出ないですから、はい、ですから、まあ、先ほども言いましたけども、はい、そのカウントを作るところですよね。